最も古いグラゴル文字八百四十三年に発見された古代教会スラブ五千四百八十三年に活版印刷されたクロアチアの祈祷書グラゴル文字は主にスラブ家言語を記述するために作られたアルファベットでスラブ県最古の文字である。聖教会のキリロスとメトディオスが八百五十五年か八百六十二年から八百六十三年の頃聖書や その他の文章をスラブ諸語に翻訳するために作成した。ギリシア文字を元にして作られたものと思われるが、独特の外見を持つ。グラゴルの名前はコスラブ語の言葉を表すから来ている。また、G に相当する文字の名称にもなっている。グラゴルから派生した動詞、グラゴラーティは話すを意味するので、グラゴーリザは話すための印程度の意味になる。 現在スラブ圏で広く用いられているキリル文字はキュリロスの弟子らがグラゴル文字を改良して作ったものだとされグラゴル文字とはほぼ1対1で対応しているグラゴル文字は正教会の勢力圏では間もなくキリル文字にとって変わられたがカトリック圏に属するクロアチアに伝わりクロアチア語の表記に近代まで一部で用いられたクロアチアのグラゴル文字は角張った 独特の形状を持ち、主に沿岸部で使われた。15世紀末には活版印刷も行われるようになった。ユニコードでは以下の領域に次の文字が収録されている。ありがとうございます。